これがテレワークの空間ですか。そうですね。まあテレワークっていうのも始まって、まあここがじゃあテレワークやる場所ですな。急にまあテレワークやれっていうことねなってね、国から言われて、んでわしらも上から言われて急にやることになったからね。これもそこの酒屋のおっちゃん頼んでビール瓶入れるケースちょっと一個もらってきてね。これ知り合いの大工のね。おっちゃんにこうちょっと板切れくれって言って、どうにかこうにかバー整えたわけですわ。なるほど。ということはまあ即席のデスクというわけですな。そうっすな。ここがテレワークの間は即席のデスク、わしのこう仕事場、戦いの場ですわな。吉田君にそのね、七尾線で行ってってもね、ここね4時がこれ最終だよ。そこ行くとしたらもうこれもう東京戻ってこれないからね。それこれね3つ持ってくの、いやそれはちょっと無理だよ、それ総務としても無理だよ吉田君。いやね、そもそもね吉田君ね、これ今回のこと無理だと思うんだよ本当に。そんな3つってのはね絶対無理だよ吉田君。そもそもだけどね、なんでそんな北陸縛りなのかね。俺もっとねこう愛知とかね、もっとこの日の当たる表日本側でもいいと思うんだよね。これ宿だよ宿ね。これまた経理がうるさいんだね最近。これいくらまでか知ってるか吉田君。これ5000だよ。5000って言われてもね、なかなかねいいとこ泊まれないんだよ吉田はね。今度ね、あの総務でね昔お世話になった人が今石川の七尾であの手広くやってるっちゅうんですよね。でそこでまあいろいろこう販路開拓で話しつけに行くって言って、ただそのお世話になった人以外にもなんか北陸の方でもっと手広く営業やりたいって言って、で今その対応に追われてた。そうなんだよね。俺にねそんな時刻表なんて自分で見りゃいいのにね、いけますよねっていう、あいつおかしいんだよね本当に。ああもう吉田君どうしたのまた。うちの総務はねやれって言われたら何でもやるっちゅうのがね、総務課長部長ね以下ねみんな思ってることだけどね。分かった、じゃあちょっと一発やってみよう。分かった。いやでもね吉田はね分かっとらんよね本当。そうですか。今何の電話だったんですか。いやね、お前営業なのにね、あの先方に渡すお土産何がいいかってね、今ねみんな使ってるあの全情報検索センターっちゅうところでね、検索っちゅうんですかね、こう電話してみてやるしかないわけですよ。だからねこれ今入りの東京土産っていうのは何ですかね、そもそもね。鶴屋千年堂はい、さようでございます。鶴屋千年堂って、あれかい、鶴丸まんじゅうでございます。あー、まんじゅう。このね、政治はどうなんじゃとかね、外国のあれはどうなってるんじゃ、でもね、ナンパのね、あのね、女の子のこう好きなものなんですかねとかね、何でも答えてくれるからね、これはほんと助かり言ってますわ。あ、そうですか。小腹が減ったし、お昼休みですね。あ、そうですね。やっとこのテレワークちってもね、飯は食わないとね。なるほど。それ全部あの店のリストですか、その分厚いの。そうこれでね、もうウバーイーツっていうところ頼めばね、もう中華、洋食、和食、アラカルト何でも持ってきてくれるんで、なんかお気に入りの店とかあるんですよ。そう神保亭ってね、ちょっと名前はけったいかもしれないけどね、中華がやっぱうまい。この豚肉チャーハンね、3日前と一緒だけど豚肉チャーハン一つね、長谷川のとこまでね、よろしくお願いします。これね、インスタグラマー中。でもあの女性誌なんじゃないですか。いやみんなやっとるわけですよね。こうもう若い子がねみんなねやっとるんですよね。こうこれをねやっぱねやってるね、見てる、ね、見なきゃ話ついていけないんですよ。こそこそ休み時間なんかやってんなと思ったらね、見てんだよね。でもね、テレワークね、ちゅうたら、周りに誰もいないわけですからね。もう、空いた時間こうね、好きにね、こう、見れるわけですよ。なるほど。長谷川さん、この機械というのはこれ何ですか？これがね、まあ、テレワーク注文の肝です。肝ですわ。肝ですか？ネットワーク会議システム、注文ですね。なるほど。えらい行々しい名前ですけどね。いやこれねなかなかね、揃えるのもね大変なんですけどね、この、まあ、要は相手の顔を見ないと。電話ではダメなんです。電話だけだとね、こう声しかね相手とやり取りできないからね。なるほど。やっぱね顔目見て話すっていうね、カメラがあるんだからね、このカメラね、このわしの目だと思ってね、ほら
見えてるから。あ、ね、おい、吉田、吉田君、吉田君、ね、ちょっと聞いてるか。そんなつまらん顔せんで、ね、もっとこう、こっち見て、ね。そう、そこなんだよね、態度。ね、俺の方。え、忘年会で、え、映像映像、ああ、なんかね、まあ言われてみれば撮っとったった、撮ったみたいだけど、ん？これ何、キロバイト便使っておごんなきゃいけないようなもんなの？え？ああ、まあ上がった上がった。七尾のね、人がね、その昔、うちのね、総務とね、もう実婚のいい仲だったから、だからね、映像をね、送れと。吉田君見たいんだと。ああ、でも今それは長谷川さんの手元にあるものをどう送るんですか。これがね、まあ最近こういうサービスも出てきたからね、キロバイト便中ものね、あのお願いして依頼して吉田君のところに送ろうと思います。ね、あの映像をね、また送りたいんですけど。わかりました。そのデータの大きさはいくつになりますか。3000キロバイトっていうことになります。あら、さようでございますか。そうしますとですね、このキロバイト便では1000キロバイトが上限なんです。つまり1メガバイトが上限でございましてね、3メガバイトではお送りできないんです。あ、1メガが上限なんですか。あの1メガバイトが上限ですから、あのそこでですね、1メガバイトずつ小分けにしていただくとお受けできますが、つまり1メガバイトを3つですね、はい、じゃこの3メガバイトの映像をこっちで3つに割ればいいんですね。さようでございます。わかりました、わかりました。じゃあちょっと割りますんで、これをちょっと送っていただきたいです。いや、じゃあ、あれね、ダメだよあれ、3メガバイト、ね、大変だったよ吉田君。うんうん、ちょっとね、そっちでうまく3つつなげてね、見てくれればね、うん、いいかなって思って、とりあえずこっちでうまいことね、送るようにはしたから。もう重たいですよ、これ。ね、これね、落としちゃっちゃったからね、これね、よいしょ、いい色もないですよ、ね、これは。なんか、嬉しそうですな。いやね、もう、今日もね、5時回ったんでね、今日も一日頑張りましたしね、もう仕事を締まりしようかなと。もう終わりですか。もう終わりですね、これ。あ、なるほど。あ、課長、あ、どうもどうも、ね、お疲れ様です、ね、もう今日ももう5時過ぎましたんでね、ね、私長谷川ね、今日も一日頑張りましたね。打刻の方ね、何卒よろしくお願いします。いや、いやいや、ね、いや課長ね、もう私今日も一日ね、もう疲労困憊、もうやることは全部出し切ったと、ね、そういう面持ちで。いや、それはつまり何ですかね、残業ということになるんですかね。うん、あ、なるほど、残業と。